はい、どうも、ゆっきーです。今回、食べますのはこちら。カップヌードルの、スモークベーコン味。ですね、後掛け特製メープルソース付きと書いてあります。なぜかこの商品がですね、100円ぐらいで売ってたんですよ。普通カップラーメンのシリーズって、ここにまあ、しかもビッグなんですけど、普通だったら絶対200円ぐらいするんですよ、これ。なのに、100円で売られてたということは、つまり、そういうことなんだろうな。間違いなくな。間違いなくまずいということでしょう。うわぁ、すげえ、本当にメープルシロップの香りがすげえわ、今の入れたら。なんでスモークベーコンにメープルシロップを入れたんだ、これ。どういうことなんだ。さっぱりわからねえ。まあいいや。いただきまーす。うわぁ。でもそんなに。あれ？香りがなんかメープルシロップのすげえ甘い香りしたんですけど、実際混ぜて、食べてみたら、ベーコンの香りしかしないですね。これベーコンの香りだ。カップヌードルと。もっとクソみたいにまずいのかと思ったけど。カップヌードルメープルスモークベーコン味ビッグ。アメリカで人気の味をカップヌードルに。アメリカで人気の味を、カップヌードル流にアレンジしました。スモークの香りと黒胡椒を効かせたポトフ風の、スープに別途、特製メープルソースでメープルの甘い香りとコクを加えました。ちなみに希望商売価格が、商売価格が205円。205円か。で、普通のカップヌードル。の、ビッグは果たしていくらなのか、という問題ですが、あった。あ、希望商売価格205円、同じです。ああ、同じなんだ。へえ。あ、なるほどね。だからまあこの希望商売価格っていうのはつまりまあ定価ってことですよね。だから定価でまあ売られてるってなるとまあ大体コンビニでしょ。で205円過去税別ってなってるんで、それに税込みが含まれるとするとまあ220円ぐらいですか。コンビニで買うと220円すると。まあスーパーで買えば多分150円ぐらいで買えるんですよ、このビッグってやつ。ただし、まあ100円で買えるってことはまあないですね。まあだからやっぱ人気なかったんだろうね、これね。まあカップヌードルシリーズで俺が一番好きなのはシーフード。シーフードなんですけど、あ、キングなんてのもあるんだね。カップヌードルシーフードのヌードルキング。デカさ、キング。あ、希望商売価格が230円、過去税別。あ、30円しか上がってない。
で、ちなみにグラム的に考えると、このキングが、128g 入ってます。で、ビッグが、104g。で、通常のシーフードが75g と。なるほど。これキング食ったことないかもな。キングサイズのこれ、カップヌードルの食ったことないかもしんない。あとこの、あれですね。詰め替え用の、カップヌードル、シーフードヌードルのリフィルっていう、詰め替え用のエコパッケージ。これが、値段が140円で、普通のやつが180円ですから、まあ40円お得と。まあだから、これも多分食べたことないんですよ。リフィル。そもそも売ってないんです、これ。ほぼそもそもあの、そこら辺スーパーとかに売ってないんですよね。100%。まあ多分内容的には同じなんでしょうね。でもこれあれだな、意外とそんなにまずくない。普通に美味しいですね。ただメープルシロップの香りはもう、あの、消えましたね。ベーコンの香りが、強い。そうだ。ああ、そっか。最近、あの、YouTube でトリビアの泉っていうのを、あのね、トリビアの泉の動画見てるんですけど。あの、カップラーメンとかに、ここにジャス。ここに、あの、昔は上級とか、あの、普通みたいなの書いてあったんですよ。なんか、麺に対する火薬の比率で、上級か普通かって、なんか、なってたらしいんですけど、なくなったんですよね。2000何年にもそれがなくなっちゃったっていう。なんでなくなったのね。まあ、いっか。あ、おいしい。普通においしいよ。でも、カップヌードルシリーズもなんか最近、いろいろ出てますね。カロリー 50% オフとか。まあ、こういうの大概絶対まずいんで買わないんですけど。ね、カップヌードルライトとか。これも食ったことないな。絶対こういうのまずいんだよ。100%。で、さらにあっさり美味しいカップヌードルだって。これも知らねえな。
カップヌードルと比べて麺量が約8割のカップヌードル。2割減ってる。こういうのは大体100円ショップで売ってるんですよ。あの、2割減ってるとか、ミニだとか、ね、あの、50% カットのやつとかね。うん。あ、カップヌードル味噌なんてあるらしいの。ミニ。しかもミニだけ。カップヌードルから味噌登場だって。これ知らねえ。これも食ったことねえな。うん。まあでも、未だにそのカップヌードルって、ね、世界的にその、爆売れしてるじゃん。やっぱ人気ナンバーワンが、あの、普通のやっぱカップヌードル。俺やっぱ普通のカップヌードルはあんまり好きじゃないんですよ。うん。なんかあの、平凡な味すぎてなんか、すまんねえんだよね。うん。やっぱシーフードだな。うん。シーフードに、あの、卵1個こう、ポンって入れて、食べる。それが個人的には好きです。うん。本当にこのカップヌードルリフィルっていうのが、売ってるとこはまあないですよね。で、そのこのリフィルっていうそのエコタイプのやつは、あの、専用のなんかカップとかあるんですよ。なんか。マグカップ的なやつだね。アマゾンでググったところによると、こちら、日清のカップヌードルの、シーフードの、リフィルが8個で、949円。1個あたり119円と。なっております。まあ、でも、普通に買うが安いよね。さらに定期お得便だから、定期お得便で 10% 引きなんで107円。1個あたり107円で買えるらしいぞ。そう考えたらあれだな。これ、あれだな。いいかもしんないね。へぇー。これちょっとあれだな。だって、普通100円で売ってないですからね。うん。普通のシーフードはね。だいたいスーパーでもまあ150円ぐらいでしょ。うん。だから107円で買えるっていうのは非常に、しかも送料無料。ね。うまいかもしんない、これ。これ今度買おうかしら。カップヌードルのリフィル用の蓋付きマグカップ。こちらが、980円。となっております。これあれだな。カップヌードルマニア必見だね。これカップヌードルマニア必見だね、これね。ちなみに、Amazon で、普通のカップヌードル。リフィルじゃない方のカップヌードルですね。は、いくらなのか
ということで、見てみます。ありました。アマゾンだと、一食あたり一個あたり171円。うん、高いですね。うん。これあれだな。これ高いです。スーパーよりは高いですね。うん。これは買わない方がいいでしょ。アマゾンとかさ、ヨドバシカメラとか。あれ、まあ、ものによってはなんですけど、こういう食品とかはちょっと高いかもしれないんだけど、その他の商品とか、送料無料なのにもかかわらず、なぜか、そこら辺に売ってる店よか安いっていう。謎現象ね。まあ、よく俺、ヨドバシカメラも使うんですよ。うん。で、ヨドバシカメラの場合、10% 引きなんですよね。ポイントつくんですよ、10%。だから100円の商品だとしたら、10円のポイントがついて、で、次に、その10円として使えるっていう。だから Amazon より安い場合も結構あって、で、あと、そこら辺のドラッグストアとかスーパーよりは安いんですよ。まあ、10% 引きなんで、まあ、実質ね、10% 引きみたいな感じなんですけど。しかも、ヨドバシだと、だいたい24時間以内に届くんですよ。もうあれだよね。なんか謎だよね。うん。絶対佐川急便とか、黒猫ヤマトさん。とか、あとヨドバシカメラの専用のヨドバシエクストリーム便みたいなやつ。あれ絶対さ、人で足りないよね。絶対おかしいよね。まあ俺は、ね、ヨドバシさんとかの、まあ、宅配便の、あれじゃないから、言うけどさ。だってさ、届けてもらった上に、それ送料無料な上にですよ。普通だったら送料かかるんですよ。で、さらに、店を買いやすいって。で、さらに24時間以内に届くってさ。もう普通の店使う必要なくねって話よ。完全に。スーパーとかドラッグストアとか行く必要なくねってなるんですよ。まあでも、まああるはあるか。例えばキーボードとか、実際押し目がわかんねえとか、カタ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 打ってみないと実際わかんないとかさ、まあ服だったりとか、ねえ。まあ靴だったりとか。
そういったもんって、靴でもほら、あれ、例えばサイズが俺、足のデカさが 27.5 か28ぐらいなんですよ。あれだって、靴によっては、でかかったりするんですよね。長靴だと、27.5 買ったのに、うわ、でっか、28ぐらいあるわ、みたいな。のとか、まあ、その逆もね、しっかり。あれ履いてみたら 27.5 なのに、27ぐらいだろ、これとか、26ぐらいだろ、みたいな。のとか、まあ、靴下とかもそうだよね。だから実際に買ってみないと、わかんないやつとかは、まあ、あれだよね。うん。実際に店行って、まあ着てみないとわかんないとかさ、着用、試着しないとわかんないとかさ、結構あるじゃん。まあだからそういうのが今後、まあ生き残っていくとして、それ以外は全部淘汰されるんじゃないかな。おそらく。おそらくもう、それ以外のね、食品とかさ、淘汰されるんじゃないかな。すべて。もう店ほとんど潰れるんじゃないかと思うよね。ということで、こちらの、美味しさ、街道、これ100円だったから。四つ星。これは、普通に美味しいです。ご視聴ありがとうございました。